この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さすがにこの辺りまで来ると誰にも会わないでやんすね。ええ、物音にビクビクしなくて済みます。え、ビクビクしてたでやんすか？もちろんですよ。だって狼に会うんです。え、だからガブに会うときはいつもドキドキしてるんです。ドキドキってやんすか？はい。そりゃあ、どういうドキドキなんでやんすか？いつ食べられるかわからないっていうドキドキですよ。そんな、まさかでやんす。おいらがメイを食べるわけないでやんす。ですよね。でもドキドキしちゃうんです。どうしてでやんすか？きっとみんなに秘密でこうして会ってるからだと思います。でやんすね。おいらもドキドキでやんす。でもここならあんまりドキドキしなくて済みます。でもそろそろ帰らないと。夜になっちゃいますね。帰りもまたドキドキしなきゃいけないっすね。仕方ないです。じゃあまた秘密の合図待ってるでやんす。はい。でもガブの方から合図してもいいんですよ。え、オイラがでやんすか？そんなオイラからは会いたいとは思わないんですか？思うす思うす。いつだって思うでやんす。じゃあ合図してもいいじゃないですか。いや、そうでやんすが。なんか楽しみですね。え？どっちが先か。ガブが合図してくれるまで待ってようかな。メイ！よかった、無事だった。え、どうしたの？今日メイ、タパタパ高原に行くって言ってたでしょ。モロがタカタカ高原で狼を見たらしいんだ。本当に？よかった。メイが狼に襲われたらどうしようって。ああ、本当に焦ったぞ。メイは狼に会わなかったのか？ガブ！なんもなさそうだな。何のことでやんすか？今日お前、タカタカ高原に行くって言ってただろ？それがボロがそっちの方でヤギの匂いがしたって。ヤギの匂い？俺はお前がヤギを独り占めにするんじゃねえかと心配したんだが。ふん、その様子じゃヤギには合ってねえな。あ、そうでやんすね。合ってないっす。モロがそばまで来たんだ。あんなに遠くまで行ったっていうのに。もう少しでメイと一緒なのがバレるところだったでやんすね。こうなったら私たちだけの秘密の場所、オイラたちだけの秘密の隠れ家をなんとかして見つけるでやんす。はあ、いい景色でやんすね。あ、隠れ家を見つけるでやんす。おお、ここだ。ここはいい眺めでやんす。これはいいでやんす。いや、気持ちいいでやんすね。あ、ダメでやんすか。あれ？モロ？どうしたの、メイ？どうしたのって、モロはここで何してるの？ここ、僕の秘密の場所なんだ。え？ここの木の葉っぱ、とっても美味しいんだよ。そう、よかったね。メイ！何？秘密だからね。みんなには、
内緒にしてね。もちろん大丈夫。じゃあね。おお、ここなら外から見えないでやんす。大丈夫でやんす。カブニーそこで何してるんですか。ボロこそ何をしてるでやんすか。何って、カブニーの匂いがしたから気になって来てみたんです。オイラの匂いでやんすか。はい、それで何をしているんですか。いや、特に何でもないでやんすよ。わかりました、カブニー。そこに隠れててヤギが通ったら襲いかかる作戦ですね。そう、その通りスーボロ。よくわかったでやんすね。さすがガブニー、すごくいいアイディアですね。いや、じゃあここはボロに譲るでやんす。え、俺に。じゃあさ、オイラを見つけたご褒美にボロが使うでやんすよ。どうせすぐ見つかる場所じゃ意味ないっすから。え、何か言いました。いや、なんでもないでやんすよ。しっかりやるでやんす。ん、ここから周りが見渡せるし。よし、決めた。ここにしよう。私たちだけの秘密の場所。こうなったらもう自分で作るしかないでやんす。オイラたちの秘密の隠れ家。よし、出来上がり。出来上がりでやんす。合図が先になるでやんすね。ああ、合図するのが同時でしたね。一緒でやんす。これも飾れば完璧。メイが何かしてるなって感じがしたからな。メイの匂いをたどってきたらここを見つけちゃったんだ。そうなんだ。あ、隠れ家を作ってたんだ。隠れ家？なあ。私たちの秘密の場所でしょ。俺たちだけの秘密の場所？他のみんなには内緒ね。にゃあ。ん？メイ！今日は見せたい場所があるでやんす。あ？どうしたでやんすか？ごめんなさい。なんでやんす？実はすぐ戻らないとダメになっちゃったんです。なんで？だからまた今度、私から合図します。ごめんなさい。なんででやんすか？何があったんでやんすかね。あんなに元気のないメイは初めてでやん。だからまた合図します。メイ、まさか。え、ビクビクしてたでやんすか。もちろんですよ。だって狼に会うんです。もしかしてやっぱりオイラ狼。あ、そっ
そうでやんすね。そうでやんすよね。そう。はあ、そうで。ぐっ、バリーさん？よガブ、やっぱりお前だったか。え？とにかくメイを連れてきたら大変なことになってたでやんす。あ？なんか言ったか？いや、なんでもないっす。ガブ、お前いいもん作ったじゃねえか。あ、何のことっすか？この隠れ家のことだよ。だ、隠れ家？ごまかしたって無駄だぜ。ヤギ用だろ？ヤギ用？ごまかしても無駄って。まさかバリさん、メイのこと。お前ってやつは、まったく呆れるぜ。おいら一生懸命こんなもん作りやがって。あ、いや、あの、これはおめえのヤギに対しての熱い気持ちは誰にも負けねえな。ダメだ、どうなんだ、バレてる。こんなところに隠れ家作ったら全くもっていいアイディアだ。ここに隠れてヤギの群れが近づいてくるのを待つ気なんだろ。なんて？だがそうそううまくいくとは限らねえぜ。はあ？え、その通り、そうでやんすね。さっきも帰られちまったでやんすし。あ？帰られた？なんでもないでやんす。まあお前のことだ。来なけりゃいつまででもここで待ってるんだろ。助かったでやんすかね。もちろんす。いつまででも待ち続けるでやんす。ここはもうダメでやんすね。ごめんなさい、一週間後に会いましょう。ガブ怒ってるかな。一週間後？長いでやんす。やっぱりあんまり会いたくないのかもしれないでやんすね。いや、その間に今度こそ秘密の隠れ家を見つけるでやんす。そうすればメイもきっと安心して会えるでやんす。はあ、わかりやしたか。一週間会えなくても平気なんだ。それともやっぱり怒ってるのかな。よし、こうなったら絶対に秘密の場所を見つけなくちゃ。私たちだけの秘密の場所を。オイラたちだけの秘密の隠れ家を。秘密の場所にはならないでやんすね。いい場所だったんでやんすがね。はあ。今日中に秘密の場所を見つけなくちゃ。明日また会えないなんて絶対言いたくない。今日中に見つけなくちゃでやんす。メイが安心できる秘密の隠れ家を。やめてやめて。
この辺がいいでやんすかね。ああ、鳥ぐらいならまあ。ここなら最高でやんす。見つけた見つけた、ついに見つけた。大きな声は出さないようにガブに言わなくちゃいけないな。静かにするでやんす。明日メイはびっくりするでやんすかね。明日ガブがびっくりする顔を見るのが楽しみだな。雨になっちまいやしたね。こいつはまずいでやんす。お願い、お願い。のってことは、それはつまり、もしかして私たち探してたんでやんすね。オイラたちの秘密の隠れ家。オイラたち同じこと考えてたんでやんすね。そしてつながってる洞窟を選んでたんです。やっぱりオイラたち似てるっすね。今君に一つ
だけ伝えておく思いがある。例えば深い霧の中出口を見つけられず、歩くのに疲れてしまったらためらう必要なんかない。僕の腕に強く手をかけて掴まればいい。Wherever you are, どこまでも。Wherever you are, いつだってかけがえのない絆で繋がっている。光差す晴れの日にも、吹きすさぶ風の日にも、心のどこかに忘れないでこの歌を。後ろを振り向いたら君の笑顔がそこにあって、なんだかちょっとほろ苦くて、 One for the one, two for the one、 こうやって時は過ぎるのかな。ねえガブ、来週はどんなお話？来週はメイが黒ヤギと、いやだやめてねやつガブったら、ちゅうことで来週はメイの幸せでやんす。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。